行きますか。行きましょう。よし。楽しい楽しい。アノールロンド。アノールロンドね。あと盾なんか雲盾以外になんか持ってなかったっけ。あ、なんかいろいろ持ってたと思う。ちょっと一旦見てみる。盾で。そこで。ヒーターシールドとか。じゃあ雲盾でいいかな。雲盾やっぱ一番強い。じゃあ今んとこだと雲盾でいいかも。オッケー。チャリスマ。よし行くぞ。どうしよっかな。下に行くルートとあとこっちもあるね。あいつやばそうなんだけど。あいつね、巨人ですね。巨人だね。でかいもんね。巨人兵士です。息してるのが見えます。ちゃんと呼吸はしています。いっぱいいるね。後ろに宝箱が2つあるんですね。やったー！宝箱だ。あーあーあー。簡単に行かないのが。ここでもバッていったら宝箱だけど取ることもできる。遅いから。アイテムはね、なんと開けたらもう俺のものなんだよ。なんだよ。ふふー。はい、サンキュー。あいよ、ふざけんな、マジ。マジ。マジで。はい、サンキュー。マジでもう。お願い。ほら。サンキュー。なんで2分の1で引いたの。すごい。あー危ない。やだーい。まあまあいよしと。わあ、生きてる。死んだ。死んだ。まあまあまあいいでしょ。でも人間性1あるね。あれこれを回収するとちょっと強いかもしれない。回収？ソウル、結婚緑の。あー、はいはいはい。そうそうそう。したらそこ今持ってたってことか。今持ってる。じゃあそれを落としたということか。そういうこと。またでも回収はできる。そっか。ソウルと一緒に回収ができる。左上の00っていう数字が人間性なんだよね。なるほど。人間性使えば溜まっていくし、あと闇霊とか倒しても。あ、じゃあ今上がったっけな。持ってたんだったらさ、上がってくるはず。せっかくだったらあそこ強化してもよかったんじゃない？あのホームベースのとこ。そうなんだけど、銃が今マックスなんだよね。ただ20までできる方法があるんだけど、ちょっと戻ることになるけど、この先のボスが強いことを考えると、今のうちにちょっと戻っておくのはありか、ありかもしれない。あ、無理か無理か無理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 。拾って拾って拾った。よーし。はい、オッケー。逃げろー。ちょっと戻ると。何が起きる？S とを20まで上げられるようになる。あ、すごいね。なんか秘技っていうのがあるんだけど、うんうんうん、それを取ることもできる。行くか。一回戻る。一回戻る。一回戻る。じゃあちょっと、うん、もう一回こっち帰って、はいはい。古城を抜けて下に戻る。古城を抜ける。古城クリアしたんだけど、うんうん、まあでもこれはいると思うわ。ここのボスね、うん、最初から行っちゃうんだけどちょっと強いのよ。あ、わかりました。ちょっと強いし、結構やめちゃう人が多いから。うんここね、アノールロンド。マオさんやめちゃいそう？マオさんどうだろうな。俺がいるからやめさせないんですけど。まあでもあった方がいいかな。オッケー。じゃあちょっとね歩くんだけど、うん、まあそれあった方がいいかな。で違うステージを先攻略します。あ、わかりました。へー。なので行って地獄を見てた方ですね。あ、覚えてますかね、地下墓地って。あ、地下あ骨がいた。家に返して。で、ここで一回話しかける。返してくれんのそんな。返してくれる。こいつ便利だから。優しい。こいつ便利なやつなんですよ。家帰りたいんすけど。しょうがねえな。じゃあイオン連れてくから。やってやるよ、ほら。もうなんだよ、お前よくアイゴリとコラボしやがってよ。やろう。もう大変なんだからな、つって、運ぶのは。動画最近見てますよ。ありがとう。ありがとう。なんかちょっと慣れてるし、ありがとうってこなれてる。こなれてる。優しめに落としてくれるし。助かる。じゃあ、はい、ちょっとついでにこうまた帰ってくるんで、うん、もうショートカットも開けちゃいましょうか。なんだっけ、上まで帰ってきやすいように。すげえ。ショートカット、まあ俺も普段使わないからうろ覚えなんだけど、うん、確か確かルートで、うん、とりあえずで右で、あー、こんにちは。アタック、あ、アタック、アタック、でバックはここをそのまま戻ってもらって、うん、あっちだね。でそこ正面でどっちだ、そこを飛べる、こっちかそのまま戻ってこっち戻ってもいい。飛ぶぜ。はい、うい、はい、ナイス。で右行って、ここがちょっと難しいんだけど、はいはい、こっちから助走をつけて、うん、あっちに飛ぶ。乗れるのこれか、一回死んでも大丈夫なようにそこのかがり火をつけとく。行くか。そこを触っとく。任しとけ。ただこれ落ちたら死ぬ。で相当ギリギリで踏み切らないと、うん、やばい。一回かがり火を
ね、念のためね。念のためね。念のため一応ね。大丈夫だと思うけどね。そうそう大丈夫なんだけどね。一応ね。まあまあ、ミスることはないんだけど、うん、まあ一応踏んどいたっていう。本当に一応ね。そうすると本当に入り口のとこまで一気に戻れる。へぇー。ショートカットが開けられるようになる。すげえ。から、まあ一応おすすめ。また戻ってくるときに楽になる。そっか。じゃあ一回、そうだもんな。他のとこ行くんだもんね。そう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 。刺すれば。刺すれば、もう一度。こっちに行って。であそこのジャンプを成功させねばなるまい。ジャンプは覚えてるやり方。走ってる途中にバツ。走ってる途中にもう一回バツ。あ、これね。あ、これね。ロール、ロールしようとしてました。まあ終わってましたね。まあ今のままでやったら。走ってる途中に。オッケー。飛ぶわ。ギリギリ。本当にギリギリ踏み切り。分かった。あっちの左がちょっとボコってなってるから。任せろ。そこでギリギリ踏み込むとあっちに行ける。オッケー。任せてくれ。もうちょっと助走つけた方がいいかも。そんないる？こっちとかね、多分調整しやすいから。行くぜー。うい、お願いします。うわーっとー、おっしゃい、ほらい。うまいです。やっぱマリオで。そこにでね、うん、NPC もいたかな。あ、本当だ。あんまでもいい。買い物しないけど、いるアイテム売ってくれる。うわ、ん。なんだお前は。こんにちは。不思議だな。無謀にも千の古城に挑んだ。あ、もうクリアしましたよ。え、早く話しかけてよ。うん、誰の初立ちと同じだ。過信した自分の力を。だが言っても信じまい。したいのだろう、悪あきも。わかるぞ。そうだった。そうだった。理解を示してくれる。だが協力してやる。喜びを必要なものを売ってやるよ。優しい。相手も売ってくれるけど。何あんだ、まあ、あんまり。あ、黒い火炎壺は火炎壺より火力が高い火炎壺で、翌日はスタミナの回復速度が1分ぐらい上がるから。あっ、せいぜい強かった。何もなしか、冷やかしじゃねえかって怒られちゃった。ごめんね。そこの階段を、そこイン攻めすぎると落ちるから。落ちて死にます。ああ、怖いや怖いや。ああ、怖いや怖いや。落ちて死にます。全然やるよ。台無しです。全然俺はやるよ。すげえ。でもあいつもあそこローリングしてこっちまで来たんだね。いけるかなって。トウ。いけた。いけるわ。あんなすました顔してるけど。おすまし顔してるけど。ちゃんとジャンプしてるから。しっかり。命をかけたジャンプを。で、あいつを倒す。なるほど。あそこにあるアイテムだね。なるほど。じゃあ、あれがあれば最強になれる。ほいほいほい。で。出血さえ気をつければ。ほい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 と。大丈夫大丈夫。オッケー。いいね。出血を。ほい。はい、オッケー。で、これか。それだね。この鍵。あ。この鍵があれば、あのさっきアイアンメイデンみたいって言ってたやつ。あれが開いて、あ、そのまま下にシャイーっていける。すげえ。カゴロ、カゴロって言うのこれ。カゴロだと思う。へえ。それが。起動してショートカットになりました。やべえ、すげえね、それ便利ね。一番下のなんかペンデュラムのとこまで行ける。え、すげえじゃん。うん、すげえ楽になる。むちゃくちゃ移動できる。そこからまた乗れるから。じゃあこれまたジャンピングしないといけないのか。そう、帰るときはジャンピングだけど、でももう最悪、うん、死んでもかかり火からやり直せるから。そっかそっか。帰りはまあ気持ちが楽。あ、でも人間性も落としちゃう。落としちゃうね。なるほど。だからまあ右端からまたピョッ。行くぜ。ふっ。うわー。うん、うまい、おい、じゃあ左から、こっちだね、ごめん、こっちで、アイアソメソメソデソに行かないといけないな。こっちだね。で、そこの正面、これか。どっちか、右か左か、どっちでも OK か。じゃあ右。あ、左だったかも。じゃあ、あ、ね、行けた。で、これ鍵使って、そのまま中に入る。へぇー、下に繋げてくれる。すげー、メロンパン入れになってます。なってまーす。でわー、ここかーで、来れるから。そっかそっか。ここで右だね、最初のとこ。あー、ここで一番最初のとこ。そう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 。で、ここまで帰ってこれると。これ便利。これがあれば、帰りも楽。危ない。あ、これでしか下からあそこに乗れるんだ。そう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 。あ、超絶便利じゃん。便利になったんですよ。いいですね、これ。ちょっと鍵のありかがちょっと分かりづらいと。確かに、あれは知らないといけないかもしれない。起きないよね、わざとジャンプして。そうね、あそこ、行けるかな、うん、で試した。しかも結構シビアだから、うん、左から乗らないといけない。確かに。感じになっております。むちゃくちゃなんか飛んでったぞ。矢が。矢が飛んでったよ。すごいんじゃ。そう、あっちの壁まで飛んで刺さるんだよね。すーげー、怖っ。威力強すぎ。はい。
まで帰ってまいりました。はい、じゃあまた上を通って、はい、最初の今が火が消えちゃってるかがり火の方まで。ああそっか。あっちまで帰っていきます。あれね悲しいね。悲しい。でもあれちゃんとまだストーリーの続きがあるから。いや楽しみだわ。主人公が復讐機として。え？敵を撃てるという話もちゃんとありますよ。かっけえ。で、あそこか。こっち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 。ここだ。この左の、はいはいはい、ここあるね、覚えてるわ。こっちじゃなかったわ。こっちで、そこ、あ、こう、なんかブロックあるもう開けちゃってるから、ちょっとアクセスが悪くなってる。もう通れなくなった。はい、こっちですね。あー、ここか。最初沼ってたところでございます。いや、こっち。でもまあ今ならね、ちょっと武器も強くなってるし。なるほど。いけるかもしれない。出てきたな。鹿持ちの攻略です。2匹はやばいよ。てか、なんなら俺もう、だいぶ超えてるから。はい。はい、あれ？なくさないのか。骨ってどうだっけな。取れた気もする。ちょっと待って、2匹はやばいって。2匹はやめよ。骨はね、あ、いいね。バクスター。あ、はいよ。うれい。いや、あの頃と違っていいダメージが入る。ほんとだ。確かに。守ってんな。この時に攻撃するとパリ取られます。あ、こっちが逆に。パリされて致命の一撃入れられて大変なことになる。俺バクスター打てなかったもんな当時。そうだよね。今は帰ってきた。帰り。ほら。こいつも出血ついてるね。オッケー。出血は怖い。まあ覚えた。とうとうこっちに行くのか俺は。こっちだね。さあ。さあ。さあ。このままでも敵が倒せなかったけど今普通に倒せるね。まあいけるね。おやおや。2匹いるな。徒党組が徒党組がち。やめてほしいわ。飛びかかってくる。いて。あ、ダメか。背骨。背骨矯正。オラ。ナイス。はい、オッケー。え。いて。いいよ。やるじゃん。まあまあまあ、全然。フランベルジェ。あのヘビに比べたら全然出血の溜まりが遅いから。ね。大丈夫そうです。もうちょいこっち来てほしいな。背中が取れない。背中取らしてくれー。パリー取ろうとしないでし。めっちゃパリー取ろうとしてる。パリー取ろうとしないでくれー。やめないじゃんパリー。あ、オッケー、ナイス。甘いのよ。いやー、倒せるように成長しているな、ね、これ。エモいわ。首飛んでった。ちなみに後ろです。うん、あ、すいませんでした。俺が言わなかったんだけど面白いから。でこっちだね。あ、こっちも。こっちなんだよ。ぼちぼち。だってあれ間違ったかも。いや合ってるはず。あれでもなんか動かない。あっちっていいよ。刀がヒコロポポポ。あ、こっちだってたわ。こっち左だ。あ、なるほどね。すいません、うちの子が。いやいや、いいんですよ、本当にいつもお世話になっちゃってね。すいません、うちの子が。あー、すげー。ちょっと地獄が待ってます。このステージ結構長い。地獄が待っている。長いです。でも今の実力ならボスは多分簡単だと思う。あ、マジで。うん、その代わりただ道中結構長いかなっていう。あ、なるほど。いやー、なんかこの暗さは闇村を思い出してちょっと暗いなー。近墓地でござんすか。近墓地でござる。怖い怖い怖い。いやー、まあ、ビリリ玉丸マインだと思ってた。丸マインだと思ってはいりゃ。なるほど、大爆発あか。これはちょっと進むか。実写版丸前。うお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 う。あ、ダメだ、これやばい、やばい、やばいオーラを感じておりました。やばいですね。これはまずいぞ。一体どうしたらいいんだ。あー、なるんかい。したあるんですね、実は。そして体力がとってもピンチ。回復飲む、オッケー。これは抜けていいな。わーい。そう、骨はね、無限に蘇ってくる。やばいやばいやばい、暗い暗い、やばいやばい。あー、行き止まり。あー、絶望のやつ。あー、こっち行く。けど骨多いですね。骨多すぎわろー。打った。もうじゃ、あ、かがり火。でも敵がいると使わないです。あー、なるほどなるほど。敵がいるとつかないんですね。ここなんとびっくり。いて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 。遠距離が強いんだな、これが。こいつからやる。こいつからやらないと終わるんだな。いや、やらかした。くそ。ちゃんと進めばよかった。
飛ばせ、後ろからも来る。あーやばい、くそここでとても難しい。勉強になります。これはちょっとここでクリアできたら、うん、S と20まで上がるから。え、マジでそれはでかい。あ、うん、人間性落としたな。また来ればいい、うん、なるほど。また来ればいい。死んだらそれだけの話。死んだらどんどん、まあ、大丈夫でしょう。ここまで来て、あ、触れて、そっか、触れられてないのか今のかがり火。ピエーンそしてかがり火は、そうだよね、あそこを飲んだペースで行かないといけない。さすがにかわいそうなので教えますが、はい、あの黒いランプみたいの持ってた、うんうん、あの火飛ばしてきたやついるじゃない、はいはいはい、あいつがいる限り骨が無限に蘇ってくる。あいつやりゃよかったんだ。あいつを最優先で倒さないとやばい。なるほどなるほどって感じになっております。ネクロマンサーマンか。そう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 。ちいって、行くぞ行くぞ。でんでんでででで、左なんですね。カーンで、ネクロマンサーマンがどこだ。入ってる。プラスイオコイオ点上げちゃう。いて、あっち。ネクロマンサーマン、お前どうせ本体なんだから弱えんだろ。ライはい、オッケー。かがれる、かがれる、かがれる。あ、まだ骨がいるか。入り口にいるわ。そいつにさえ負けなければ。こいつらにはもう負けない。うわ、何その、後ろからもいるよ。ほいほい、はいはい、痛い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 。こいつの攻撃がね、ただヒットするから。なるほど、危ない。そう、スタミナがない時に盾やると弾かれる。出血がやばいな。回復打って、ナイス。あいつはパリされる。危ない。オッケー、今オッケー。ほいはいはい、ほいオッケー、ほいほい、はい、ナイス。これで隣がかがれる。使えます。よかった。はい、とりあえず座っておこう。ボンフレイヤーレベルアップは、レベルアップまだできない。まあいいか。まだできないか、手持ちのソウルを使ってって感じだね。足して。まあいいか。で、それなんですよ。これか。これをやると、さっき塞がってた、あのすぐ上の、はいはいはい、四角い黒いのが、なるほど、開きます。そいや、さーい。これを探して、どんどん進んでいくステージ。あー、なるほど。ここも開きそう。ここは開かない。ここはかがり火部屋でございます。なるほど。うわー、なんか明かりをよく見ない方がいいやつがいっぱいいるね。幅です。開きます。これじゃあネクロマンサーマンがいっぱいいるのかな。墓地なんでね、いそうだな。墓地なんでね、ほら、各いう話をすれば、あんなところにも。ネクロマンサーマンが見ているね。あいつを倒さないと、うん、骨がずっと、こちらは一生湧いてくるのか。ほいほいほい、大変なんです。これ倒しても、じゃあネクロマンサーマンがいる限りこいつも復活するってこと。そう、ほらソウルが入らない。あー、めんどくせーっていう感じでございます。いてー。じゃあ逆再ネクロマンサーマン絶対倒した方がいい。そう、痛い痛い。まずあいつが生きてちゃいけない。でお前はこいつはね、再配置されないんだよね。なるほど。逃げております。お前は逃げております。生きてはいてはいけない男なんだ。痛い。あ、絶対に倒す。お前だけは倒す。オッケー。ほい。あとはどっかで回復をしたい。骨はマジで。骨マジで怖いんだよな。ただヒットでチャ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 ンってなって死ぬんだよな。痛い痛い痛い。ああ死に、そうそうそう、死ぬやつやるやる。死にそう。ちょっと待って。ああ、やばい。くたばる。くたばるよー。サーバルキャット。あぶねえ。すごい。あぶねえ。いっぱい来るんだね。これいっぱい来ると非常にまずい。バカじゃないの、こいつ。死因です。危ない。この骨がいっぱい来ると危ない。簡単に死にます。危ない。さて倒そう。ネクロマンサーマンが行ったから、これでほらヒソールが入ってるから、これは倒せてる証拠。ほい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 。たまに倒せないのがいると、あ、ここの骨は管轄が違う骨だみたいな。なるほど、別管轄。そうあるんだよね。見て、骨強え。でも骨倒せるようになってるのでかいな。前までは全然ダメージ入ってなかったね。死んじゃう。やばい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 。死んじゃうし、パリの構え、パリの構えしてる。ダブルパリやめろ。あれは飛んでくる、飛んでくる、飛んでくる。受ける、みんな飛んでくる。はい、お前ふざけんな。ふざ、あ、盾が効いてる。ああ、ちょっとずつ骨が強い。よし、オッケー。おいおい、いてー。おい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 、オッケー。ラス1パリしようとしてんな。
狩りしようとしてんな。構えてるね。タニーズン戦やめてほしいわマジで。なんだお前、お前は最後こうじゃん。オレイオッケイ、とりあえず一層、はい、まず一層完了。なかなか結構なお手前ですね。結構なお手前です。暗いしアイテムあるし、これ別君別感覚かな。さあどうだろう、多分倒せそうではあるけど。見せめ見せめ、やってらんねえだろ。あ、倒せたね。あ、オッケーオッケー、入った。しっかり倒せた。アイテムあるけど登れない。別のところからちゃんと登れるようになっている。まあこいつはやっとくか。ちゃんと管轄が一緒であれば多分この辺はね大丈夫なはず。一緒なはず。いきなりパリーの構え。ひきょもろ R1 とスティック前を同乗してると蹴りっていうのが出せる。あ、それそれそれ、どんそれで崩せる。これでいいのか。盾も同様、盾もそれで教えてもらったわ、それそれ。あ、やべ、あー、やばいすると攻撃をしてくるのがこのダークソウルなんですね。ひきょもろよくも回復しとこう。骨多いな。赤ですからこっちにも。あ、おアイテムだ。あるじゃない。見せかけて骨2人。もうやめてくださいよ。釣られたなポッター。うわーマルフォイお前よくも釣られたなポッター。マルフォイよくもしかもお前はパリーの構え。盾お前も盾も蹴りで崩せる。もうお前ほんと、あ、逃げる。卑怯者。そしてパリの構え。おい。くるくる。お前、マジで。かたくなにパリーマン。かたくなパリーマン。間違えると同じぐらい卑怯です。ふざけんなよ、マジで。この野郎。この野郎。よし。オッケー。これで、いろいろ戻ってきた。アイテムが取れる。取れる。やった。ルッツェルン。武器ですね。両手で持てる、なんか長いピッケルみたいな。なんか今日もロングソードばっかだもんな俺。うん、まあロングソード結構使いやすいから。いやこれはね、今前に進むか悩んだけど、これはやめておく。はい、オッケー。はい、かん。よく見ている。あかーん。よし、よく見ている。で、とどめを。なんか HP が見にくいな。オッケー。見切れてる。いやー、なんかいろいろいけますよ。そして光る目が見えましたが、光る目が。あら、こんにちは。ネクロマンサーマンがいないからまだそうだね。蘇ってこないのは倒しやすい。あ、おはようございます。ちょっと頭落ちちゃった。落としましたよ頭。あばよー。いいね。単体だったらいいんだけどな。ここは何もない。てか怖いな、ここちゃんと怖いわ。お墓ですから。怖いよ、こんな雑なお墓やだよ。お墓だもんよ。ああ、なんかいるんよ。弓を、弓を、骨だって弓が撃てる。弓を撃ってくるんよ。骸骨だって弓が撃ちたい。ラノベで出してもらえませんか。撃つな。骸骨だって弓が撃ちたい。あ、やばいか。でも弓マンやっとかないとまずいよ。今弓しか使ってこないかな。弓もう一匹がよくやったな。よくも弓マンを。同期だったんだろうな。弓がお前の同期は俺がやった。くそーくそー。よし、ここ結構手狭というか、あ、これが見えてたやつかな。違うか。そうだね、アイテム。あ、大きなソウ ル、ありがたい。サンキュー。そっちは最初のとこ。あー、ここから見えてたのか、ね、なるほど。わあ、道が変わって、なんか道がトゲ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 の、でも進める仕掛けがきっとどこかにあるはず。トゲトゲの道見ている。さあ、管轄変わってそうだな。そしてマルマインさんやめてほしいな。痛いトラップカード発動。マルマインさん誘ってばっか、誘ってばっか。バカツルー、バカツルー。いってえけど、これね、魔法攻撃だからこの盾だと防ぎきれないんだよね。ああ、なるほど。ちょっと食らっちゃうんだよね。いや、ここダルダルメシアン、ダルメシアンだね。ここダルダルメシアン。やるか。いいよ。おい、おっと、これはんー、よくない。ソウルが入ってないですね。ああ、なるほど、走り抜けないといけないところだ。残念です。ロック外して、いいよ走れ。
これ出てくる。危ない。どこだあいつ、出てこい。今何かありましたね。何、アイテム取れねえし。あ、ローリングできる。あ、ローリングでアイテム取って、あ、閉じ込められたらまずいですよこれ。あ、これやばいか。これは R1 で一回攻撃して、あ、いいよいいよいいよ。そこに何か出てませんか。あ、出てる、なんかいろいろある。あ、これだ、開けるやつだ。ふんねるらばーい、あそこがくるっと回転。あ、そんなことになるそうやって進んでいきます。なるほど、じゃあここにはネクロマンサーマンはいない。そしていや、いいね、そして体力が、なに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 、骨がカクカクカクのカクだった。いってー、くそ。ここはネクロモンサーマンが、あ、奥にいるね、あいつが本体。痛い痛い痛い、痛い、ちやっち。これがね、うざいんだよね。お前マジで、お前がいなくなれば、お前さえいなくなれば、この世が平和になるんだ。オッケー。ただ残りの骨もね、結構ね、大変いっぱいいるんですね、これ。これ入り口でどうにか。ダメか、無理かも。いや、やばいかも。うわーい、落とし穴です。あー、落ちてくんの。しかも痛い痛い痛い、落とし穴です。怖い、痛いあー、やばい、危ない。あれ、石森レアな石をドロップするけど消えます。あ、いなくなる。あー、危ない。地獄。あー、体がいい感じにはまってくれる。そうそこはしごになってる。あー、地獄だエストが枯渇した地獄だよ、ここ。地獄の入り口、助けて。ウェルカム。あの、トゲトゲの原理もよく分かってないし、来てる。あれ、登れない。大丈夫、大丈夫。けど、これどこ、ここは、どこだっけ。あれ、ここなんもねえ。草形終わった終わった。俺もここ複雑すぎてあんまり覚えてない。この辺いつも来ないから、いや、ここの構造をよく覚えてない。なんかあった気がしたんだけど。あばよー、なかったか。残念。逃げろい。シュンシュン、あ、いたいたいた。シュン、こうか、こうじゃない。あ、終わりだ。これはやばいね。終わりだ。あー、血が出た血が出た、血が出たよ。残念。くそ、なかなか道中が厳しいステージなんだよね。まあ一応倒したから、 あとショートカットも空いてるから、うん、次はもうちょっとスムーズにいけるはず。そっち右、オッケーじゃない、あれ逆逆。ああ、まだ迷ったよ。これやばいよ。そこ右で、あ、これ戻ってくるやつじゃん。分かった、理解した。何をやってしまったかが分かったよ、アイグリ。でそこ左、そこ入って左、次右行けるとこがあるから、こないで、こないで、くぐってそこすぐ右、右、あ、こっちか。で、正面。なるほど。で、さっきのとこ、ここまでは来た。オッケー。で、ここら辺からは探索したいから処理たいけど、これ管轄違うから、みんなちょっと、ま、もう来るのやめよう。うれい、そうよ、もう来んなよ、向こうの。お前、隣の区の管轄だろ。いいじゃんこっちだって、ほら移動したいんですけど。シュッシュッシュッ、オッケー、オッケー、倒せるようになった。よし、じゃあちょっと探索するか。カイドゥンで、君はまあやるか。はい、置き攻め、オッツ、あざまし。まだ死なないので、はい、オッケー。死んでない。あれ、死んでない。誰かいるね。あ、そう、あ、なんか今見えたな。アイテムです。アイテムでした。でもアイテムがあるところには必ずいてー、いてー、相場が決まっています。いてーよー。死んでないのがやばい。だって殺さねば。どこだ、どこにいるんだ。出てこい、出てこい。あ、いた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 、奥に、いたいたいた。お前だけは殺す。俺の今回の命を賭してでも、お前だけは絶対に殺す。体力が危ない。OK、レバーが後ろにある。あ、レバーもやりたい。これはゴリ押し、強靭ゴリ押しエスト。痛い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 、血が出た、くそ。まあでもここ倒せたのはでかい、でかいでかい。よしよし、レバーの位置も把握できた。なるほど、ここまで降りないといけないんだな。結構ね、長いんですよこのステージ。いや、ここはなかなか骨が折れますな。まだ半分ついてないです。敵が骨だけにね、骨だけにねごめんなさい。なんて言った。あー、どういう意味。あー、どういう意味かはわかるだろう。どういう意味、どういう意味かはわかるだろう。え、骨だけ。あー、やめろやめろ。もう一回言ってもらってもいいですか。地獄
あ骨だけに、ね、おい投げよ。あなるほどね絶対にそんな引っ張る話じゃない。そういうことか。あやばいやばい。なるほど、頭悪いから分かんなかったな。悪いやつごめんな。あそこのレバーを無料しで押す。一回 S 入れとく。 S 入れ。あ痛い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 。いっぱい来る。いっぱい来る。そこじゃないで。こっちじゃない。そして塞がれます。やめてください。一回後ろ下がって、部屋の中入れて。やめてください。部屋の中入ってきてください。部屋の中にもいっぱいいます。これダメかもしれ。ふんふん。ふん。おれ。素晴らしい。危ね。逃げるです。逃げるが勝ちです。この中だった気がしますの。ここから、あーバカ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 。レバーを押します。そうするとまたどこかが開いているはず。なるほど。この下行ってみるか。あー違いました。ここはある深淵落ちていきました。危ない。やめよう。いい感じ。ここ倒してるから。はい、はい、いい感じ。ほどき、はい、OK。 R1 一発。 R1 一発。痛い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 。痛い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 。くそ。でももう開けたから下には来なくていい。そうね。ちょっとずつ進んでいこう。ちょっとずつこうやって体を削りながら切り開いていくのが一番いい。よく考えたらもう人間性早々に失ってまあもうしょうがない。死んでもいいやって思ってる時点で人間性はもう枯渇しているんだよ。確かにそうだな。不死ってなるとそうなっちゃうんだな、うん、もう考えがバグってくるから。考えがバグって気をつけないといけない。だぜって言って今道間違えそうになりました。鳥かな。で、ここも縦構え走り抜け。どこが開通したのかっていう問題よね。こっちとか。そっちは落ちたところなんだな。あ、なるほど。まずい。どこ。はい。で、で、あ、ここら辺が開いたのかな。違うか。ここも、あ、なんかアイテムがある。いてーもーこの像、だいたいトゲ出てくる。どこだろう。あ、ここら辺怪しい。怪しい。怪しいが何もなさそう。あ、ここだ。あたた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 た。ここだ、ここだ。あ、なんか外、あぶねえ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、残念。なんだよこれ、嘘、罠。残念。罠ピー。でもよく見れば、あーこっちか、まあ、ちゃんとね、道があると。あるんかい、今危ねえ、マジ危ねえ。絶対落ちてくれると思ったのに。危ねえ、ザ・マミロ。ザ・マミロ制作者。絶対落ちてくれると思ったのに。あ、これ多分いるな。いると思います。ネクロマン、ネクロマンがいると思う。ネクロマン。上登るしかない。上登る。危ねえ今。そうすると、あった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 。これであれがひっくり返った。そういうことです。はいはいはい、分かってきたぞ。ここのここのノリが作者の意図を読み取ってるね。いやちゃんと現代文の強いところが出てるね。やばいわ。はい、船が来る。立てダッシュ。あー白だ。いいね。これはまさかボスなのか。ボスが来るのか。ついにマルマイン。でもなんか絶対ボスじゃなさそうな雰囲気が下にあったよ。本当？ボスじゃなさそうな白い雰囲気でした。ボスではない、ないです。ないです。よし、ボスじゃないです。いやでもネクロタイムぐらい来てる気がする。あーあーじゃない。ああなんかそこら辺かかり火ありそうじゃない。今んとこ。おマオさん、マオさん、ここは怪しいと思います。ここ、あー絶対あるよな。ありました。絶対あるよな。なんか、あー何、気づかれました。え、なくない。あ、それかがり火。あ、かがり火はないです。おい、嘘、なんだよ。回復しとく。あ、しかもこれ、あれだ、罠ポイだ、罠ポイだ。うわー、アーゲンズ司祭の指輪。指輪取れたけど、これなんか、うわすごい、ボスだ。わーい、一応左にで抜け穴がありましたね。左に抜け穴、こっち、そっちからじゃないと、こっちだね、奥で、そっちの右だね。こっちから見ると右。痛い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 。かかったな、ポッター。ここですね。逃げろー。かかったな。飲め。オッケー。いやーしんどいしんどい。うおーい、でかいでかい、硬い。巨人骸骨が追ってきております。硬い硬い硬い、でかいでかい。で、こっちか。さまよっている。さあ、どんどんルートから外れていきます。あー、でもお前は やらないといけない人。おいおい、ぞこれはよくわからんが、お前はやっとく。オッケー、やっといた。はい、オッケー、ナイス。
あぶねえ。どこここ。分からんけどこいつは絶対倒した方が良かったな。良かったです。なんかよく分からんが良かった。で、そこも登れるし、下落ちたらさっきのとこ戻れるし。登れる？左。あ、こっちか。そこのメッセージ。ああ、本当だ。メッセージ。あ、ちょちょちょ、メッサージ。せっかくだから読むよ。メッセージを読む。上。なんやね。分かったよ。公式が書いてくれてるメッセージですね。あ、公式が上。そんな雑なメッセージある？上。上。かがり火。ないと気づかない人がいるから。かがり火。かがり火。かがり。かがらず。かがり火ないですここ。そうなんだ。鍵に行っちゃうと。あ、びっくりした。これどうするの？かがり火の最初のとこだけです。あ、そうなんだ。あ、じゃあもう。あるけど使わないって感じ。あ、和やかな平和の歩み。これは。対人勝ち対人勝ち装備対人勝ち普段は使わない。これここ終わりか。これどこだっけ。どこ帰るんだっけな。さっきの穴の方、さっきのとこ、これ下って普通に落ちればいいのか、うん、光ってる方に。これどうやってやってんの。これ絶対おかしいよね。いや大丈夫です。合ってます。いや、おかしいよね、今の。いや、できるんで。今の、人間やめてるんで、こいつ。いや、おかしいよね。今の、おかしいよね。シミトなんで、そこ騙されたもんですね、これ騙す。宝。あなたが騙されたもんですね。騙され。公式に騙されたもんですね。くそ。こっちか。わー、いっぱいいるな。行かれたメンバーを紹介するぜ。あー、やばい。行かれたメンバー紹介しないで。抜けちゃった方が良さそうな気がするんですよね、私。あー、なんか、はい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 、なんかそれっぽいですよ。入ってきました。なんかそれっぽい。ここまで来たらやっと折り返し地点ぐらいの感じですかね。折り返すのか、ここから。墓地&墓地だな。墓地&墓地です。はいはいはい、墓地&墓地。このシルエットは、おやここで持ってきております。こっちじゃなかったかな。あ、こっち、あ、こっちにもなんかあるな。そうかな、正面じゃなくてよかったの。ウェイ。お、なんかもう急にパリーしようとするじゃん。なに。おー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 、ちょちょい、おい、おきゼメ、おきゼメ、おきゼメ、卑怯者、おきゼメ、卑怯者。これは今道が急にわからなくなったそして、じゃあ大丈夫です。はい。一番簡単な方法をお教えします。今のところまですぐ行ける。あ、とりあえず進んでください。はい。とりあえず進んでもらって、もうえって思うよ。え？びっくりする。そんなバカな。びっくりする攻略をお教えします。はい。そこまでたどり着いたということは、はい。とりあえずそこの骨は処理か何とかしてもらって、うん、この辺り、ここら辺りで止まってください。はい。でこっち向く。はい。で。ちょっと下見て、この辺に向かってローリング。どこ。とりあえず骨が邪魔だから骨だけ処理してもらって、あ、ちょっとこっちだ、そこに乗れるんだよ。あ、もしや。そうすると今の場所に一瞬で行けます。おい、マジか、すげえなそれ。あ、そこからね、簡単に攻略していきましょうか。そこまではたどり着いたからね、もうね。なるほど、うん、たどり着くまでは教えないようにしてました。なるほど、確かに一度行った道。じゃあこの骨しょるか、ちゃんとやれるし、やるぜ。骨だけしょってもらって、あ、いいよ、いいね、マイラリー。一回、そうだね、骨しょって一回下覗き込んでもらったら、そうね、ちゃんと理解できると思う。かも。ここからそのまま落ちても多分いけるはず。あ、ここか。そうトゲトゲが、あ、や、じゃあここからこのままストーン、多分ストーンであんまり進まない感じで。いけたね。おお。ここさっき歩いてたとこ、そこ右入ると。はあ。だから俺道分かんなかったんだよね。なるほど。最近使ってなかったから。なるほど。ここまで来たな。じゃあここから。なるほど。再開しようか。ずり。あ、ここだ。ここ。いや、よかったね、こんなに早く来れて。神。右側行ったけどな。これちょっとしょってくか、ちゃんと探索するために。はい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 。でもあの時引き連れてきたからあれだな、今回は大丈夫そうだ。ここで落ちたんだよ。あ、はしごもね、一応あるんだよ、ね、はしごもあるわ。何も泣きそう。え、この下が、
さっき黒騎士がいた。あ、なるほどね。この下、さらに下が黒騎士がいた。遅いですよ。厳しい。危ない。厳しいです。厳しいですね。ここでの戦いは非常に厳しいです。あ、落ちてた。まずはタイマンで。おい、タイマンならいける。タイマンで。やったか。ソウルが？ソウルが出なーい。ソウル出なーい。ということはこいつらと戦っても意味がなーい。これ手どうなってんの？おかしいよね。さて、お、こちらで。こっち側？よ、とりあえずネクロマン。ネクロマンとりあえず探さな。ネクロ？あ、いた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 、絶対に。守っております。守護。お前だけはマジ両手持ちで殺す。両手持ちで殺す。はい、オッケー。これでやっと倒せるようになった。よし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 。ここで全員倒せるのはでかすぎ。いいね。ほら。あ、ちょっと調子乗りすぎだ。もうちょいもうちょい。雲雲。はい、オッケー。いいよ。もうちょい。血が出たらまずい。一回押すことが重要。血は出てしまう。そういうもの。血は出るもの。あいよ。あ、しかもそこに通路あるじゃないですかい。はい、発見。いいね。はい、アイテムもドロップしてる。あ、頭蓋ランタンはね。頭蓋ランタンは？左手に装備して、うん、あの盾みたいに構えてると構えてる間だけ照らせます。へえ。便利。この先ね、うん、真っ暗なステージがあるんですよ。あ、じゃあいるじゃん。それをが あった方が絶対。むちゃ暗なんだけど、そしておっと、なんかき、あ、何それ、こいつ激強くんです。何それ、こいつボスより強い。あ、抜けて落ちてった。まず1体処理完了。なんかどっか行った。あ、でもこの装備なら大丈夫なのか。こいつ激強くんです。ええー、ちょっと攻略編み出さないでくれます。これが一番最新のやつですね。ちょっとこれ一番、そんな攻略聞いてないが、一番最新の攻略ですよ。ないが、これグルグル君たちおりませんが、これ強いですね。これ本来なら、うん、あのこの装備強靭があるんでいいんですけど、うん、強靭なくてそのままダラララララで死です。あ、なるほど。1ヒットでも死です。クソ強いじゃん。1ヒットでもそのままコンボになって、あ、じゃあ俺1回当たると死です。この構成マジで最強向いてたんだ。やったー、白いもやに入りますよ。いや、行ってもろてね。うん、やばそうな空気あるですよ、これ。大丈夫です。次のエリアです。これ、愛の戦士、これやばそうな空気ありますよ。エリアチェンジの霧なんで大丈夫です。こんなに不親切な入り口あるかい？大丈夫です。こんなに不親切な入り口あるかい？もう落ちてもちょっと食らうだけで、え、いいの？生きては入れる。何？何？すいません、ボスでした。おい、エリアチェンジ言うたやないですか。すいません、ボスでした。これ何？そしてこいつ。こいつ倒せばでもエストの数増えます。エストの数欲しい。うわ、ネクロだ。何これ？何君？じゃじゃーん。どんな人でしょう？わからん。でも仮面つけててもらった方が怖くない？なんなら。仮面が3つ。見合うのやめろ。え、なんか来とるけど、どないする？仮面が3つ。どないしようか。3人羽織。1回エスト入れときましょうか。はい。何？来た。よいしょ。さあ、これ、実は後ろを見てもらうと。はいはい。わかるんですか？後ろを見ると。あー、いっぱいいる。いっぱいいますね。いっぱいいます。これ何が行われてると思いますか？なんか分身の術だね。ああ、無限にネズミ講みたいになってます。これなんかあるだろう。あ、ここのなんかやってたやつ。あ、違うわ。違う。あらあ。死んじゃいます。死にます。エストもないです。ああ、これ何？何これ？ちょっと待って、謎だけでも解きたい。お、お、お。待て、こんなに倒せるわけがないのだから、ないのだから、なんか台のあたり、なんかないか。みんな歩いて帰ってきます。徒歩で帰宅です。なんだったんだ、わかんねえ。むちゃくちゃいっぱいいたな。なんだったんでしょうかね。わかんねえ、なにこれ。あ、でもまあ一応楽に行けるから、それはもっと楽に行ける方法あるけど、え、でもそこからエスト2本使っちゃうかな。そこで着地で1本、うん、もう1本使って下まで行ける方法がある。あ、ただエストが3回になっちゃう。あー、悩むわ。
あ、でももうネクロ殺してるし普通に行ってもいいか。うん、そこで一旦ちょっとそっち、あいつが爆発して死んじゃうから一旦中に入ってもらって、危ないで回復だけしてもろて、回復してあいつを爆発させてからがいいな。一回誘導して爆発させて、危ない、あ、巻き込んで殺してくれた、ナイス。で、でここの下、この下、ここの下、降りれる。あ、本当だ、大丈夫。あ、ちょっとずれたか、あ、ギリギリ。おお。で、あー、さっきのぐるぐるだ。あ、アイテムがある、アイテムもある。で、で、左のそこから、そこから下にね、床が見えるはず。左の下から、あ、本当だ。で、そのまま奥。すん。でも、ここはダッシュ。あー、ボス、ボスのとこだこれ、最速ルート。ボスのとこだ、だからあんまりもう最近マップを把握してません、ここは。はー、だからだ。すごいね、あんなにいろいろ行ったのに。そう。これみんなやってます。ダークソウル好きな人はみんなこのルートで、もう知ってんだみんな。先にこいつを真っ先にぶっ殺して、あのエストを20本にするっていうそのみんなやってんだ。そういうことやってますね。はあ、こいつで何、ここにさ、なんかネクロマンサーのさ、うん、机みたいなやつがあるけどこれ消えてんだよな。まあ、とりあえず芝居ってみるか普通に、うん、とりあえずまあね、まあ、何かしらね、倒し方は絶対あるので、まあ、攻撃すると見えてくるものもあるんじゃないでしょうか、うん。これスキップできんの？あ、スタートボタンかなんかで。いけた。三人バオリー。三人バオリー。あのエフェクトが出ると増えると。普通に攻撃してみよう。当たんねえんだ。当たってない。あ、本物いるんだ。あ、6本あるわこいつ。あ、全員6本あるわ。三人バオリーは三人かける2で6本ある。おい。あ、これはちゃんとね、HP 削れてますよ。あー、これ本物だ。あ、本物がいいんだ。なるほど。お分かりいただけただろうか。お分かりいただきました。どれが本物か。あー、光ってるやつか。違うな。はい、じゃさて、お前じゃね、おい、おい、はい、あ、こいつだ。正解ですね。あ、正解見つける系か。なるほど。おい、いいよ、いい感じ、いい感じ。おい、あ、スタミナがもうね、こいつのこともう死ぬほど殴りたいの結構いい感じ。いいよ、消えて、もうちょい、もうちょい、もうちょいで倒せる。どこ行った、誰もいなくなっちゃったよ。出てくる。じゃね。あー違う。あ、合ってる。合ってる合ってる。だが欲張ると。欲張りす。俺は欲張りす。おら。しゃ。本物いるタイプね。おめでとうございます。この注ぎ火の火があれば、やった、通常の限界を超えて注ぎ火ができるようになると。飲んで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 ってことね。これで。あのルロンドの突破が容易になるのではないでしょうか。やったー、はい、お家に帰りたいあ、アイテムがありますね。あ、そっか、あそこボスを倒すと、ここのボスは、うん、あの顔3つあったじゃん。あったあった。あの仮面のうちのどれか1個がランダムでドロップする。どれか父でした。仮面は世間で一番外れと言われています。ねえ、装備重量が 5% アップするとかあったかな。あ、それ使えるの。あ、頭に装備ができる。あ、なるほど、外れなんだ、悲しい。まあ強いけどね、ちょっと修正されて弱くなっちゃった。あ、なるほど、うん、修正入る前は強かった。あ、そうなんだ、うん、修正入る前まではね 10% 増えてたんだけど。なるほど、これもう家帰っていいのか。そしたら、うん、機関のコッペンで帰っていいよ。それ一番上のかがり火に帰れるから。機関コッペン、そのために途中のかがり火は教えませんでした。あ、なるほど、帰れなくなっちゃうからか。そう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 。ただいま、これ一回踏んどいた方がいいか。踏んどいた方がいいね。あ、ていうかレベルアップできるじゃん。いいね。え、レベルも42ですよ俺。ソウル砕いて2レベル上げてもいいかもしれない。あ、そうだね、手持ちの。そうすれば、さすれば、アイテムでどれ使おう。そうだな、大きな大きなソウルか、ん、騎士、ん、お、戦士の大きなソウルかな。戦士の大きソウル、よし、これで何入る。いけ、1000だからこれもう1個だな。あ、2万で、うん、そうか、今の大きな。で、もう一回戦士の大きい戦士か、それ。あ、それ大きい戦士の大きなソウル。はい、元気、はい、1000入って2万。これでこれで2個レベルがレベルアップ上がる。ギリ足りない。あ、ギリ足りんかもしれない。まあもうちょい使うか。どうしよう、時給かな、体力かな。まあ、あとはもう時給と体力はバキバキになってく、ま、マッチョマン、ね、40で止まるってか、止めた方がいい。あ、そうなんだ。あの40以降はね、伸びが悪くなる。あ、なるほど、そんな感じ。
じゃあ体力ちょっと上げちゃおうかな。いいと思います。体力マッチョマン40までは順調に上がるんだけど、なんか例えば10ずつ上がってたのが、うん、41から突然5とか、え上がり幅が5とかで、だんだん50以降は3とか2とかになっちゃう。あ、少なるくなるんだ。なるほど。じゃああともうちょいいるな。9300だから700の2000ぐらいいるんだ。あ、まだ結構いるね。2000だと2個、一気に2個砕けるから。そしたら2個砕いちゃう。じゃあ何、その大きなソウルを1回で使う、うん、使用するで2個、数字を2個、2000でいけるか。うん、多分いけい。ふん、あ、ギリ足りないかもしれない。じゃあもうちょっと砕こう。その1個下あたり、なんだっけ、あの下戦士の、その不死のソウルでいいか。それだと確かに多分200ぐらいしか増えない。200か400。 200で、200でいけるんじゃないかな。じゃあこれ2つ使えばいいかな。1個でいいか。とりあえず1個で試してみる。ふん、砕けろい。あ、これでいけたっぽいな。オッケー、これでレベルアップで、うん、体力かな。いいね。よし、やったマッチョ。死なないマン。よし、これで帰れるぞ。よし、これでもう一回アノールロンドの方に向かうと。で、しかも今だとあれだね、体力、あ、違う、人間性が1あるから。そう、人間性1ある状態でこれを運べれば強いです。死にたくない。え、これ登れる？はしごがある、右に。あ、本当だ。ただ骨が降りてくるとめんどくさい。ローリングしています。何やってんすか。ここ急い、今逆走して帰ります。やめてください。骨がいるとちょっとだるい。あ、パリ取られた。あ、でもあんまり火力が高くない。あ、爆発で飛んでくれ。あ、今のうちに R1。 あ、いけた。あぶねえ。今ちょっとずれてたら落ちてました。うわ、人間性を失うところだった。あぶねえ。時間です。やった、ただいま。それをさっきと同じ手順で逆走してアノールロンドに向かいます。アノールロンドまで戻ればいいのか。そうするとアノールロンドがもうエースと20本で最強な状態で攻略することも可能。やったとなっております。使います。ああ、もういけるかもしれない。一回見てみよう、素材があれば。でもさっき大影拾ってたからプラ10ぐらいまではいけそう。マジでやべえ、テンション上がる。プラス10は強いな。今できる最大強化。よし、行くぞ。で、その後15にするか属性つけるか。そう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 、15か雷属性に発生するか。雷つけても良さそうだな。武器を強化でロングソードを。あ、いけるね。ソウルもギリ足りてる。オッケー、もう一発いけるな。10までいけるな。やったー。今できる最大強化。やったー、嬉しい。おめでとうなす。これだいぶ火力上がったね。じゃあ、ねぜ。めちゃくちゃしんどるかな。もう猛者よ。猛者の中の猛者よ。猛者よ。猛者の王。じゃあ触れておきましょう。よし、これで。オッケー。よっしゃー。行くぞ。これで上に。ここまで全部走り抜けていいよ。頼む。右に襲われても、あの、カゴの中に入れば無敵になるから。あ、強っ。うん、で、向こう側行って、人間性でエストを強化する。そういうことです。いや、ようできとる。これ知らな、わからん、そして。そうなんだよね。だから、なんだろう、アノールロンドでやめちゃう人もこれを知らないから、少ないエストで挑んで。わからんよな、だって言って。つって危ない。失え。嫌だ嫌だ、俺の人間性なんだ。で、そのモブがいる横から乗れる。そこだね。あ、ここか。そこそのまま左に入れる。待って、あ、ずれてる。そうそのまま入っちゃおう。あ、これでいいのか。あぶねえ。あ、危ねえ。今 A ボ丸ボタン押すのかと思って、すごい丸ボタン押せないなって不安になってた。危ないよ、危ない。怖え。で、出て後ろ、こっち。こっちか。で、なんかすごい待ち構えてたもんな、あいつ。あ、これでいいのか。で、いつもの。で、さっきのボス戦のステージから光ってるリングに触ってもらえたら、いつもの。オールオーケーです。いやー、戻ってこれたし、あの亡者は、あの亡者はそういうことだったんだな。あー、危なーい。油断大敵、火がボーボー、怖えー。どっちだっけ、これ下から行かないといけないんだよな。あー、これクソめんどくさやつ。そこ乗って、手前下がって、下どこ乗るんだろう、これ。どっかに乗れるんだよね。下見ると。あそこにローリングで着地するしかないのか。
地獄か。いきます。くるん。あ、ちょっと足んなかったかも。さよなら人間性。まだでも、あ、そっか、人間性はちょっと解消できないかも。まあいい、これと同じルートを通らないと。もう砕きます、あの人間性使います。そうしよう、3つでいい。さよなら人間性、3つでいいから。ちくしょう。はい、なんかやったな。まあまあ、ショートカットがあるから。いや、スルッと普通に滑ったな。油断したね、油断したね、油断したね。でもね、やると思った。一回やっとかないとね。やると思ったよ。一回やっとかないと。みんながやるやつだ。はい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 、オッケー。あ、アイテム落とした。落としてない。あ、アイテム落とした。アイテム。あ、人間性。ダメよあれは。振り返ったら無限地獄に落ちるわ。無限地獄に落ちるわよ。くそ、場所さん。オールロンド。で、これで帰宅すると。そういうことです。で、まあ一応スキップでもできる、スタートです、飛ばせもできると。シュッと。はい、おかえり、オールロンド。で、かがり火を強化してもいいし、しなくてもよろしい。します。せっかくしたんだから。あそこがもうベースキャンプよね、言ったら。アノールロンド、一応ベースキャンプです。じゃあもうベースキャンプ強化しときゃ。ベースキャンプと、あとボスが、一番ボスが近いところもあるから、うん、そこもまあ、やがて20にしてもいいかも。ああ、なるほど。うん。そしたら、人間性余裕があれば全然。人間性は、俺どのぐらい人間性があるんだ。ああ、全然いいと思う、これだけあれば。あ、11。双子と人間性1個だな。普通の1個。双子を、じゃあ使用する。双子の人間性と、もう一個普通の人間性で、生身を、生身戻る用1個と、うん、2回強化、1個、そう、1個で5上がるから、10上げたいから2個。で、そしたら、で、王者から復活する。これオンライン繋いでるとさ、うん、あの生身になると侵入されるのよ、はいはいはい、で侵入されるとかがり火触れられなくなるのよ、うん、だから、あの注ぎ火したくて人間性4個使ったのに、うん、生身になった瞬間かがり火触れられなくなって、うん、そのまま闇霊にぶち殺されるっていうのよくあったんだ。 やばすぎ。ダークソウルが一番盛り上がってた頃。じゃあ注ぎ火を注ぎ火行い、すごい懐かしい。これで15。それで一生ね、うん、一生注ぎ火できないってことがよくありました。オンライン切らないと。で、もう一回注ぎ身を行う。そうです。これでエスト最大強化20。やったー、めっちゃ回復できまーす。これ強いです。いいですね。これめちゃくちゃ強いです。よし、じゃあ今回はこの辺にしときますか。はい、お疲れ様で。それではまた次回。ございました。ありがとうございます。はーい。